こんにちは。8月17日、日本株投資戦略レポートをお届けします。楽天証券久保田です。今日ですけども、ソフトバンクグループの、えー、投資判断についてお話ししたいというふうに思います。えー、投資判断最後にお話ししますね。で、えっ、ー、とまず2022年4、6月の決算が出たんですけれども、純損失が 3.1兆円と極めて大きいということで驚かれたわけなんですけどもその直後にですねまた別の発表をしたんですけど7、9月にはアリババ株の再や会液などでゼンマイで4.6兆円の利益の貢献があるという話をしてるんですねだからものすごい大きな損失出したんですけども、まあ、7、9月の利益で穴埋めして、まあ、通期では 黒字いけるかなというところなんですけれどもこれがあのソフトバンクグループの決算内容ですね4、6月の純損失3兆1627億円の赤字ということですこれあのソフトバンクビジョンファンドなどで保有する上場非上場株の 下落などによって損失を計上したというこことでですす、まあ、れだけじゃないですいろんな要因が複合してますけども、まあ、これがまあ特に大きかったということでソフトバンクグループの最近の利益って非常に大きく大きな黒字を出したり大きな赤字を出したりするんですけどもそれはまあ,あの 事業内容がだんだんその投資ファンドの事業に、えー、傾注してきてるということでそこの株が上がったり下がったりする影響が決算を直撃するようになってるんですね。たただあの先ほど話しましま通り7 9月に 税前で約4.6兆円の再評価益などを計上しますよという発表もしてるんですけどこれを保有するアリババ株ということとですアリババというのはあの皆様ご存知の通り中国のインターネット販売大手なんですけれどもこれに2020年に、えー、約26億円投資したものが。 10兆円超えるすごい値上がりによってここに含み益があったわけなんですけどその含み益を実現させることで4 6月の損失分を逆に利益で取り戻すすといいううような内容を発表していますで数字をきちんと見ていただきたいんですけれども2021年3月期から見ていただきたいんですけれどもこれ売上収益と当期純損益なんですけれども。 2021年3月期は、4兆9879億円の、これはあの利益を上げているんですね、これ、日本企業としてこう過去最大の利益なんですけども、これ、約5兆円の純利益ですね、これはまああの保有するソフトバンク、ビジョンファンドの保有株の値上がりなどによって、利益が上がったということですね。 ところが今度は株価下がってきましたから2022年3月期には1兆億円の純損失を計上したとで、えー、今終わったばかりの20年4 6 2022年46月2022年46月っていうのはこの2023年3月期の第一四半期ということですけどここで3兆1,627億円の損失を出したと。 この1兆7千億の損失とこの3兆1千億の損失を合計すると合わせると約5兆円の損失ということでまあ2021年3月期約5兆円の純利益を上げてまあ驚かれたんですけどそれをまあ2,000この 1>, 1年とこの3ヶ月で約5兆円の純資損質を出してほぼ全部失ってしまったということでソフトバンクビジョンファンドなどで投資する成長株が大きく値上がったものがまた大きく下がったということが決算を直撃していいるととうことですただ2023年3月期ですねこの第一四半期が大きな感じだったんですけども通期ではどうかというと。 これあのソフトバンクグループ自体は会社予想を開示してないんですけどそこにあのアナリストの予想平均であるこの市場予想を見てみますと純純利利益益億円の利益を計上すするといいううふにに予想になっています第一四半期大きな価値は出るんですけども、まあ、第二四半期でまあ大きな黒字を計上して、まあ、通期では黒字という見通しということですね。 46月の3兆円の純損失というのもちょっとこれあの,会計上の損失が極めて大きいわけなんですねでこれあの詳しく説明すると非常にややこしくなるのでもうざっくりイメージだけ理解していただきたいんですけど純損失のほかに包括損益というものがあります企業には。 46月の包括損益は1兆947億円の赤字っていうことなんですね。この、えーまあ、1兆億円極めて大きいですけどもこのの純損失の3兆円よりは小さいわけですね。この差何かっていうと利益として会計上の損失としてはこれだけいっぱい金額上がってるんですけれども。 まあそれ以外バランスシートへの影響なども含めるとトータルでの46月のマイナスはトータルでは約1兆947億円だったよというのがこの包括損益に現れています。えー、これ何言ってるのかわけわかんないと思いますので一つだけ例を出しますね。この純損失3兆1627億円の中にはですね為替差損というものが8199億円入ってるんですね。 これどういうことかというとソフトバンクグループは外貨建てでで借り入れをしてているんですね。外貨立ての借り入れもあるわけなんです。でその外貨建ての借り入れが今あのドル高円安が急激に進んだことによってその借り入れについて8,199億円の為替差損が発生したということでそれが4・6月の純損失に含まれているわけですね。 ただあの、為替の円安効果というのはあの借り入れに対しては、えー、マイナスですけどもただ保有している資産に対してはプラス効果もあるわけで、えー、バランスシートはそれよりも、まあ、大きなプラスを得ていると、まあ、そういったようなものも例えばこの包括送迎機の方ではプラスになるということですね。他にも,もういろんな要因があってあの説明していると複雑になりすぎるのでこれだけにしますけども、まあ、実態的にはこれぐらいの損失だったかなということですね。 でじゃあ、一体なんで7、月に4.6兆円もの再評価益を出せるのということですけども、えー、これも詳しい説明は省略します、ざっくり理解してください。アリババ株に、えー、保有してるんですけども、えーの、一部を株式先渡し売買契約の現物決済に充当するということなんですね。 アリババ株を担保にしてお金を借りてるんですけどもその返済を現金ではなくてアリババ株そのものを渡すことによって返済をするという選択をしたんですねだからこれアリババ株を引き渡すわけですから売却することになるんでその売却益が計上されます。 で、えー、売却したことによってアリババ株の、えー、ソフトバンクグループによる保有比率が23.7%から14.6%に、えー、低下するわけなんですね。でこれあの20%以上持ってたのが20%以下になるっていうことが重要なんですけども20%以上保有しているということでアリババ株はこれまであのソフトバンクグループの関連会社だったわけですね。で関連会社のの株っていうのは自家評価 しないんですねソフトバンクビジョンファンドに入っている株は上がったら利益下がったら損失ということでこの上げ下げが利益直撃するんですけど関連会社の場合は株価の上下というものが利益直撃しない、えー、まあ母価で評価しているとだから含み益があるわけなんですけどもそれが20%以下の保有になるともう関連会社じゃなくなるわけですね。でアリババははただの,あの投資先になななってもう関連会社ででなくなるとということです で関連会社じゃなくなると今度、その時価評価が義務付けられるので、えー、残ったこの14.6%についても時価会計が適用されることによって含み益が実現する再評価益が計上されるということでこのまま売却益再評価益などを加えることで約4.6兆円の利益が7、9月に計上される見通しですというふうに会社が発表しています。 ソフトバンクグループの業績ですね、先ほど2021年3月期の後を見ていただきましたけど、もっとこの2016年3月期から見ていただきたいんですけれども、当期純利益4741億円から1兆4000億円、1兆円、1兆4000億円、まあ、非常に大きな純利益を上げてきているわけですね。ところが、2020年3月期には9615億円の純損失を計上。 これ2021年3月期にはまた約5兆円利益上げたそれをまた約5兆円の損失で消してしまったというようなところですね、えー、まあ非常にあのこんなに利益が何兆円という単位で黒字になったり赤字になったりをこう繰り返すというのは普通の,あの企業ではないわけなんですね。なぜこここううういいとととが起こるかというと ソフトバンクグループの変化ということですけどソフトバンクグループというのはも、まあ、ののともとは今ソフトバンクって言われるのは携帯電話をやっているソフトバンクグループの子会社のことを、まあ、ソフトバンクって言ってるんですけども、えー、その子会社上場する前はソフトバンクグループの前身のソフトバンクっていうのは事業会社だったんですね。 携帯電話事業とかインターネット事業などを幅広く展開する事業会社だったということでこれがだんだん投資ファンドに事業の主体を移していったということなんですね。 もともとはあの通信事業で成長することを目指していたんですけども通信事業自体の成長性が落ちてきたということ、まあ、一方でアリババに投資していたものが巨額の含み益になったというようなこともあって自ら事業会社としてやれるビジネスだけではなく、まあ、テクノロジーを活用してさまざまな事業をリードする成長企業へ投資することで AI 人工知能の革命の推進を目指すということでソフトバンクビジョンファンドの1というものを出してそれが大成功したんで今度2というファンドを出したんですけど2はもうあのほとんど自己資金で主体に投資するということで。 事業会社の要素もまだあるんですけども事業会社の要素がだんだん減ってきて投資ファンドとしての位置づけがだんだん大きくなってきているということですですのでソフトバンクグループに今後投資する場合どう考えたらいいかということなんですけどもそれはまあ主にですねこれだけじゃないんですけどソフトバンクビジョンファンドで保有する未上場ユニコーンの先行き次第と。 このユニコーンっていう言葉なんですけどこれはあの投資時の企業価値が10億ドルを超えると推定される未公開株のことなんですけどもまだ上場していないんですけども、まあ、上場した時に、まあ、10億ドル以上の価値になるだろうと推定されるようなものなんですけどこういったところの候補にソフトバンクグループは、まあ、たくさんあの投資をしてきていると。 ということですところが近年投資したのが少しその評価額が高いところで投資してしまったために今回世界的に成長株が下がったことによってこの未上場株の評価額も類似の上場企業の株が下がったのに合わせて評価を減らしたということで今回大きな損失が発生したわけなんですけどただソフトバンクグループの説明によると。 保有する未上場ユニコーンというのは売上こ体はですですので、まあ、私はあの AI 関係の,あのいろんな未上場ユニコーンの先行きっていうのは有望だと考えてますのでどこかでソフトバンクグループに積極投資していったらいいだろうというふうに考えていますがただ現在がまだ時期 焦燥の可能性もあるわけなんですね今まで下がってきたこのユニコーン十分に評価が下がったかどうかまだ分かりませんこれからまだ世界経済の混乱とグロース株の下落が続けばさらにこのユニコーンの価値が減ってソフトバンクグループの株価が下がるという可能性もあります。だだだから長い目で見れば有望だと考えるけどまだ短期的には 下落局面が残っているかもしれないという状態です。ということでアナリストととしては中立という判断ですで私はあのいつもお話ししてますけども過去25年間日本株のファンドマネージャーとして公的年金や投資信託のアクティブファンドを運用してきました。 でまあ、私がもし今まだファンドマネージャーだったとしたらソフトバンクグループどうするかということなんですけどニュートラルというのは東証株価指数の構成比と同じ組み入れ比率にするということで。 中長期に有望だと思うけれども、短期的なダメージが終わってないかもしれないということで、ニュートラルにしながら、今後の、えー、まあ、マーケット全体、成長株全体がどう動いていくかということを見ながら、ウェイトを調節していこうというような考え方をします、えー。以上です。ご清聴ありがとうございました。なお、今日のレポート内容を評価していただければ、ぜひチャンネル登録お願いいたします。いいねボタンもお願いいたします。ありがとうございました。